熱しい南さんのシュート。ちょ、慣れねえな、なんか、この操作。なんか、あの、ギャラクシーとか全然違え、なんか。あ、懐かしい、この BGM。懐かしい。ピータシュートでボコると。うん。弱小サッカー部。弱小へのタイム!ひぃー!おい、居場所は?おい。おい、居場所は?居場所、おい。詐欺じゃねえか。詐欺じゃねえかよ、うん、詐欺じゃねえか。教えてくんなかったぞ、おい。なんだあいつら。詐欺じゃん。詐欺は許せない。俺その一心で頑張ります。ダメだよ、詐欺なんか。あ、もう居場所教えてくれる。旗マークまで立ってる。親切だ。新藤さん、新藤さん。ああ、新様大丈夫かしら。ああ、新様、新様、保健室に見舞いに行けばいいじゃないか。緑さん、それはダメ。だって新様の寝顔になってみたら、私、私、恥ずかしい。保健室ね。新様、キャプテンのことかな。キャプテン、今日も保健室にいるんだ。行ってみよう。保健室?休んでるじゃん。後にしようよ。休んでるんだったらさ。おとなしくしてやれよ。あ、いますね。あ、結構ピンピンしてる。あ、キャプテン、やっぱり保健室にいたんだ。声をかけてみよう。ピンピンしてるな、意外と。ふん、あいつ自分が消しに出したことを覚えていないんだと。そうなんだ。覚えてねえんだ。しかし消しを出した時の振動、あんな怖い顔し、あんな怖い顔をしたの初めて見たな。ほう。こんな状態の振動にタイムのことを告げるのは気が引けるな。確かに。より追い込んじゃうね。三国さん、心配かけてすいませんでした。君たちもすまないな。進路悪い報告だ。ついさっき部員やマネージャーのほとんどが退部した。え、今残ってるのはファーストチーム全員とセカンドチームのキャプテン一野と青山だけだ。そうですか、すいません。キャプテンとして俺が力不足なばかりに。お前のせいじゃない。みんな今までいろいろと我慢してきたからな。いつ辞めてもおかしくなかった。とにかく今は入部テストにかけるしかない。40人くらいの希望があったと聞いていたが、この状態で果たして何人集まるか。確かにね。少なくとも2人は固いみたいだな。はい、俺サッカー部に入ります。入部テスト受けさせてください。僕もお願いします。お前たちはもう来るな。え、入部拒否。え、いや、すぐに入部テストの準備をしよう。え、どういうこと。何今の。なんで今一瞬拒否された。なんで。ついに入部テストか。頑張ろう、しんすけ。入部テストは候補者の正面にある第二グラウンドでやるからな。さあ、お前たち一緒に来い。お、これ第一章のラストかな。行きましょうか。入部テスト、どんなテストが行われるんでしょうか。第二、あ、こっちが第二なんだ。第一があの建物のところで、第二がこの正門のこっちの方が第一っぽくないね。ここはセカンドチーム専用のセカンドチームだけでグラウンド持ってんの。すごっ。それはすごいことだ。お前入部するなんて本気で言ってるのか。いや、いい。入部テスト何人来るんだろうね。あ、5人いるんだ結局。でも40人いたからな。これより入部テストのルールを説明する。君たちにはこの5人とこれから15分間の試合を行ってもらう。勝敗を問わない。それぞれのプレーを見て合否を判断するので全力で取り組んでほしい。はい。お、剣も見ています。なんか怪しい BGM。 あ、これは
あ、1の。あー、残ってくれた1のだ。実は俺さ、入部テスト2回目なんだ。小学校の時、え、あ、そうなの。ジュニアサッカーチーム、あー、そうなんだ。テンマ頑張れ。お前、松風テンマっていうのがなかなかいいじゃん。うん。はぁ、はぁ。まあ、熱いものを持っているよと。あと誰に話しかけないんだこれ。お、全員話しかけたんじゃないこれ。お前なかなかいいじゃん。あとは？あとは？あ、もう全部話しかけてないこれ。え？まだいるの？これはなんだ今の。あ、こいつか。こっちか。ふう、セカのチームは全滅か。ライモンサッカー部おしまいだな。お前何をしに来た？今日は何もしませんよ。俺の仕事は監視ですから。監視、何を監視してるか知らないが、お前はセカンドチームは全滅と言ったな。あいにくだが、まだ一野と青山がいる。知らないですか、一野先輩と青山先輩もこのテストが終わったら辞めるんですよね。あ、そうなの。辞めるんだ。ああ、すまない、セカンドはもうおしまいだ。俺もこのテストが終わったらサッカーから身を引くよ。うわー、悲しい悲しい。どんどん人が減っていく。進藤、あいつの言うことなんか気にするな。三国さんすいません、俺は三国さんと過ごしていたのに、キャプテンとしてサッカー部を引っ張ると。お、え、俺がキャプテンですか。ですが俺はまだ2年です。キャプテンは3年生がやるべきです。聞け進藤、今の中学サッカーはフィフスセクターにどこまでも管理されている。それでも俺たちは諦めきれないんだ。本当の意味での全国最強を目指すことをな。うん、つまりよ、いつの日かこのシステムがなくなった時、全国大会優勝ができるようにチームを強くいってし、あー、なるほどね。だから将来のために下級生にキャプテンをやらせたと。ほう。なるほどね。これは3年生たちの熱い願いですか。ある、お前にはオーケストラの指揮者がタクトを振るうように、プレイでチームをまとめる才能がある。ほう。お前がキャプテンとしてその力を発揮すればライモンは強くなる。お前でなければダメなんだ、シンド。なるほどね。俺には無理だったんです。キャプテンとして何もできていない。サッカー部を守ることも。そんなことはない、お前ならできると俺は信じている。さあ、テストの準備をしよう。そうね、進藤さん頼むぞ。なんだよ、次俺はサッカー部に入るよ。好きにするんだな。何の宣言、剣に正面で言っても何も意味なくない。あんなにサッカーが上手いのになんで。あ、剣のことを憂いてる。なるほどね。さあ、工藤監督に話しかけて、いよいよ入部テスト始めていきましょう。おい工藤、入れろサッカー部に。いきますか、サッカー部に入れてくれ。なるほど。あ、セカンドの服着てますね。これ何としてでも、これ三国さんからゴール決めないといけないってこと。このさ、よくわからんモブキャラみたいなのは惜しい。え、ボール取れるの。おい車田さん、おい3年生が大したことない。これシュートはループ打ってみよう。どうだろう。ああ、出た。え、肩が弱くない？肩弱くない今の。今肩めっちゃ良くなかった。ふわーって言って、近くにしか飛んでなかったよ。おい、TV 無限じゃねこれ。おい。え、もう終わり？はあ、僕全然ついていけてない。やっぱり合格するなんて無理だったのかな。シスキー大丈夫、まだテスト終わってないよ。俺諦めない。諦めずに頑張ればなんとかなるさ。諦めなければ願いが叶うというのを思ってるのか。うわ、激しいプレーだ。振動、何を熱くなっているんだ。なぜだ、こいつを見ると自分でもわからない怒りが湧いてくる。鬱陶しいのか、こいつの熱意が。
どんなに頑張っても今の中学サッカーでは手に入れないものがある。それは本当の意味での勝利。今のサッカーに本気になる価値なんてないのに、こいつはある意味ちょっと羨ましいところがあるのかもね。できるものならやってみろー。おい、ボール持ってるの三国さんや。おいおいおい、あの、ずっと同じやって、さっきからこの惜しいしか頑張ってない。おい、天馬と真しかこれボール触れてないんだけど、一回も。おい、サモンさんがただシュート食らってるだけだって。これなんだ、これなんだ、このゴミみたいな入部テストは。肩が弱いって。おい、そんな低くなって、もっと来いよ。おい、天城、なんだこの、こいつがめっちゃ頑張ってる。おい、入部テスト、こいつ絶対受かっただろ。こいつが一番、このなんか、よくわからん、デブのアフロヘアが一番頑張ってるって。敗北なの？天馬と紳助何もやってなくない？この程度か。天馬と紳助何もやってないんだけど。それでは、結果を発表する。合格者は、松風天馬、そして西園慎介、以上2名だ。忖度だろう。おい、一番頑張ってるやつ合格してないよ。忖度これ。おい、え、天馬と慎介何もやってないよ。何を見た、工藤は。何を見て選んだ。夢じゃないよね。うん、何を見た。うん、夢じゃないよ。やった、てか、みんな落ちるんだったらさ、5人とも合格してるよくない？なんでさ、2人しか選ばん？なんで？結構やめてるんだよね。なんか、もう人材不足なのになぜ選ぶ？やったよ！やったー、でも！全員取ればいいや。なんで？なんでなん、これは。納得いかねえ。どう考えたって。奴らの方が俺たちよりレベル低いだろ。そうだよ、そうだよ、お前一番頑張ってた推し、こいつしかボール触れてなかった。なんだら、こいつ一人だけあのライブオサッカー部のフィールドプレイヤーを殴り倒してた。もう蹂躙してたのに、なぜ。これでライブオサッカー部もおしまいだな。なんであんな下手くそが合格なんだよ。うん、小手川、お前らはその下手くそ以下ってことだ。ドストレート。監督、なぜあの二人が合格なんですか。切れとる、忖度だろと。お前は感じなかったのか。何をです。松風天馬、そして西園慎介、あの二人でなければならない。それが全て。あの二人でなければならない、答えになっていません。なってないよ、なってない。教師としてどうなの、それは。今にわかる、神道。今にわかる。何、今にわかるって。分かってないのは監督です。俺には誰にも何もできない。ライモンサッカー部はもうおしまいなんです。明るい BGM とセリフが合ってないって。全然合ってないよ。お、葵ちゃんだ。ついに。俺は憧れのライモンサッカー部の一員になれたんだ。ライモンでサッカーができるんだ。ついにね。うん、おめでとう、デマ。デマ、いいことだ。うん、よし、これから頑張るぞ。頑張るぞ。おーと、あ、三国さん、南沢さん、車田さん、いなった、イナッター、おう、イナッターね。あ、早速練習試合決定。俺の憧れのサッカー部で頑張るぞ。かわいい。波乱のライモンイレブン、決められた勝負の行方。先輩、どう
あ、いいよ、俺こういう次回予告大好き。アニメっぽいね。ということで、はい、今回ついに松風天馬が、入部テスト合格してサッカー部入りました。なんか一人あの変なのもついてきました。変なノンデリー男もついてきましたけれども、まあ、これでね無事ライオンサッカー部新たな物語スタートといったところで、今回のお話ちょっと長くなりましたけれども、これで終わりにしていきたいと思います。この動画がいければチャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いします。ごちそうさまでした。バイ。まだ